しょのすけとかしこ春だから春っていいよな。いいですよね、ポカポカして。なんだか眠くなっちゃうよね。カタカタ。あんなとこに花咲いてたっけ。毎年この時期に咲いてますよ。春が来たよって教えてくれるんです。お花見てると眠くなっちゃうね。カタカタカタ。両平先輩、眠いしか言ってないじゃないですか。あれ本当だね。カタ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 。そう言いながらもプログラミングを進めている両平先輩、さすがです。誰しもが心の中に憧れの青春のイメージを大切に抱いているのではないでしょうか。それは実際に体験したものではないかもしれません。アニメ、漫画やアプリなどで目にしたものかもしれません。雄星高校にはそんなときめく瞬間、乙女フラグがあふれています。生徒はあなた、必要なのは思い出と夢。世界には恋愛、友情、出会いなどときめきのフラグがたくさんあふれている。一緒に乙女フラグをこの番組で始めましょう。乙女フラグアット雄星高校。皆さんこんにちは、雄星高校ゲーム部高坂翔之助役天月です。くずのはかしこ役山本和富です。はい、今回は春のポカポカ陽気で眠くなっちゃう良平先輩の話でした、どうですかね。春になると、確かに眠くなる。なんか最近ね、ソファーで寝てることがねちょっと若干増えてきた、ね、僕も結構眠いね、まあ花粉とかやっぱあると思いますけど、ね、そっか疲れちゃうもんね、目とか鼻とかがね。あとね低気圧。あ、そうなんだ。なんか変わるんだ。今週は低気圧きついね。頭痛もそうだけど倦怠感とかやっぱ。あ、でちょっとだるいみたいな。僕はあれなんですよね、例えばそのお風呂とかをシャワーで済ましちゃうとちょっと疲れが溜まったりとか。ああ、なるほどね。けどそっかあるな。今はちょっと寒いけど、なんかその外でポカポカしてる時の気持ちよさってあるじゃないですか。なんかなんだ、その自分が自然に飲み込まれるような感覚、ふわーっとこう、一体化するような感覚になると、安らかになるよね。身も心もね。それが、ね、眠りを誘うんだ。なるほどね。はい、さて今回ですが、パートナーとして星門良平くんを演じる佐々木亮さんが登場します。お楽しみ。はい、それでは今日も始めましょう。乙女フラグアット雄星高校、最後までよろしくお願いします。乙女フラグアット雄星高校。改めまして天月です。山本和富です。それでは登場してもらいましょう。今回一緒に盛り上げてくれるパートナーはこの方。雄星高校ゲーム部1期生、星門良平役、佐々木亮です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい元気ですね。ありがとうございます。キャラ変えてくる感じ。なんかちょっと一味入れてこようと。あ、確かにできますね。なんかね、まあでもマンネリ化を防ぐにはいいかもしれませんね。はい、いい刺激です。いい刺激をいただいております。よかったです。お願いします。何かしらの意気込みというか、ね、意気込みが感じますね。ある感じますね。はい、丸しときますね。通信簿をつけてるの。ありがとうございます。はい、ということでね、まあ、いらっしゃいますよという感じでございますけど、はい、佐々木さんはなんかこう春どうですか。春を感じる出来事とかなんか最近ありました。あ、これは、ね、春だなと。結構最近お仕事で外出る時とかに、まだスーツを着慣れてないようなまあ、なんて言うんですかね、就活生といいますか、新社会人の方といいますかを見ると、あ、春来たなとか、学ランとかね、あとすごい袖がなんかブカブカの着てる男の子とかいると、あ、春だなって思いますね。確かに。
どうです2人は春感じてます？春感じてる。春はまあ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 桜見たりしたらね感じたりしますけど、花が咲いてるよね。確かに花咲いてる。花咲いとんね。確かに。すげえ適当に言ってる感あるけど本当に思うね。ね、あでも車からだとねあれですよね、花見とかもできますよね。車の中にいながら花見みたいなのってやりますか？まあチラッとだけだけどね。どっちかっていうと僕はあのそのワンコの散歩をしてる時に、うんうん、あの、あ季節を感じますね。そうか、なんかコンクリートジャングルに住んでるからあんま花が周りなくてさ、うん、なんかさ春になると僕いつもさ、うん、花をさ、うん、育てようかなって気になるんだよね。おいいじゃない。花とか食とかさ、家でニラとかさ、うん、栽培して家庭菜園、そうそうそう家庭菜園、はい、トマトとかね。いや全然実現しないんだよ多分その、うん、はい、やろっかなって思った心を、はい、梅雨がね、あ消してくる。なるほどね。そう、自然界はそんなに甘くない。確かにな。だからこう自然にね、はい、やってる方とかその、うん、あのに咲いてる花とかちゃんとその、うん、家庭でお花を育ててる人の庭とかを見て、うん、勝手に楽しむ、うん一番の楽しみ方だと思いますよ。やっぱりこの時期になると虫とかもね、うん、どんどん増えていくから、あそうだよ、ね、植物かあのなんだろう育てようって思うとやっぱそういった面も心配になりますよ。うん、はい、ですね、あとはですね、はい、なんか眠いと言いながらもプログラミングの手が止まらなかった良平先輩、うん、なんか眠くても できちゃう好きな作業ありますか？うん、あります。僕もゲームでね、あ作業っていうかもうゲームやってると思うあっという間に時間が過ぎて怖い。そうですよね、なんかね回復してくんだよな体力ゲームしながら。なんだろうね、はい、MP だろうね多分ねヒットポイントはだんだん減ってってるんだけど、そうですね、 MP だけどんどん回復して体感減ってないんですよ、ね、そうそうそうなるほどな。確かにそうかもしれない、ゲームは確かにな、そうね、うん、完全にそれですね僕は、うん、作業、うん、仕事じゃない確かにあれなんだけど、もう三大欲求にはねかなわないですよねやっぱりね、うんうん、布団入っちゃうと、はい、寝落ちしちゃうけどねすぐ。あ布団入りながらそうスマホとかでゲームやってるともうすぐ寝落ちしちゃう。最近やべえよマジ。何うちのウォーターベッドがよ。どう調子は？寝るねあいつは。いいことだよ。あいつやべえっす、体借りす。寝かせるために天月さんの元へやってきてるわけだからちょっと扱いきれんすわあいつは。飲み込まれる飲み込まれる開放感と包容感とウォーターベッドって水変えるんですか？いやあのなんか年に1回なんかあの防腐剤みたいなの入れるくらいですかね。へえ、はい、1回でいいから寝てみたいなウォーターベッドで。いやなんか行ってみればいい。私お邪魔させてもらいます。無料体験で。ありがとうございます。なかなかあの人ん家ってあの即ベッド行く。ね。即ベッド。なかなかね、あじゃあちょっと失礼します。確かに確かに。相手が潔癖症だったらマジ殴られるぐらいの本当にいいベッドはいいね。やっぱ寝具は大事ですね。じゃあちょっとねメールの方行ってみましょう。はい。はい、いただいております、ラジオネーム青青さんからいただきました。天月さん、かずさめさん、パートナーさん、こんにちは。こんにちは。もうすぐゴールデンウィークですね、うん、職業柄皆さんにはあまり関係ないと思いますが、私は今からお休みが早く来ないかウキウキです。皆さんは最近ウキウキしたことありますか？と。なんだろうな、ウキウキしたことね。ウキウキね、うん、ウキウキ。もうなんかたまになんか唐突にすげえウキウキするときあるんだけど、家の中で意味もなくどうですか？何もないのに、うん、すっげえなんかテンション上がっちゃって、はい、決まっちゃってますね。なんかあの小踊りをするんだけど、かわいい。あのなんか謎のねこう、うん、ウィーみたいな感じで。あやるわ俺も。そうそう、でしょ？あやるやる。家だからさ、ね、誰も見てないから。別に見てないからね。うん、ウィーとかってやると、うん、あの。マルタもチェルタも、うん、あの、うん、えなんだなんだみたいな感じで分かる予定来て、うん、
はいはいはい、まあ、丸太犬だから、はい、あの結構その喜びにその波長があって、うん、一緒にはしゃいだりできる。いや、かわいいな、それそれを冷めた目で見る猫。うちなんか5匹全員冷めた目で見る。誰も同調してくれない、みんなとか言ってガーってやるんだけど。そう、ある、意外とね、はい、あるね、ウキウキ、ウキウキ、うん、ちょっと早起きできたとか。あー、うん、なるほどね。なんだろうね、なんかな、あ、もう普通にね、あの、はい、食べたシュークリームが美味しかったとかね、すっごい何美味しいっつってなる。いい人生送ってるので。それは分かります。僕もガチでいいな。ケーキ買ってめっちゃウキウキして帰る時とかありますもん、うん。あ、もう俺もうアイスとか買ってスキップで帰ったりとかするからね。ブンブン振り回して。いいね、もうカスノミという男、人生楽しいんじゃない。いや、本当にそうですね。楽しくてしょうがない。羨ましい。もうこれに勝るウキウキ話あんまなさそうですね。確かに確かに。じゃあ次行きましょうか、はい。ラジオネーム横ちゃんさんからでございます、はい。勝富さん、天地さん、パートナーさん、こんにちは、はい、こんにちは。私は今中学生の家庭教師をしているのですが、いや、生徒と雑談していて驚いたことがあったのでメールしました。なんと、はい、なんとその生徒さんは家で火を見たことがないというのです、家のキッチンは IH のクッキングヒーター。ご両親もタバコを吸わないらしく、火を見たことがあるのは学校の理科の実験と家庭科の調理実習だけだそうです。現代っ子という感じでとても驚きました。皆さんは最近驚いたこと何かありますか？火を見たことがないんだね、すごいね。縄文時代の人いたらびっくりしますよね。確かに縄文時代の人がいる時点でびっくりしますけどね。こっちは、こっちはね、縄文時代の人にびっくり。確かにそうですね。そう、いや、びっくりした。でもさぞかし驚いたろうね、初めて。いや、確かに、もう火だっつって、うん、なるよ、ボーみたいな、なるよね。ストーブとかもないんですかね。ストーブ、あ、ストーブとかあれか、エアコンか。いや、そう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 、ないと思う。なるほどな。昔はそのストーブね、はいはい、学校の後ろにさ、金網で囲まれて あったりしたけど、ね、保育所とか、火見たことない、うん。あそこであれですね、濡れた靴下とか乾かすんですよね、干して柵に。あれ、あ、そうなの。そうなの。いや、わかんない、あんまりなんか私物化したことない。すいません、私物化しちゃってる。この二人だけで会話させちゃいけない空気感じたな今俺。なんで？なんで？なんか、そんなことないよね。なんか感じた。なんか感じたんだよね。そんなことないよね。一生こう話が別々の世界線で進んでいきそうな空気を感じたんです。はい、あれ驚いたことあるさ。あ、あ、驚いたこと、うん。なんか道からなんか生えてたとか。あ、なんかあるかな。何生えてた？何生えてた？あの母親の名前が本名じゃなかったっていうこと、この前最近気づいた。何それ、とんでもねえ話だな。どうした？え、あだ名？そう、藤子って名前なんですけど、うん、来なかったんです。ついて藤だったっていう。あ、じゃあもう名乗りの名前用 に。そうそうそう、だからなんか学校の書類とか富士子で書いてるのに、うん、なんかその市役所とかに出てたやつに富士ってなってて、うん、えって。へえ、学校の書類に富士子って書いてるんですか？書いてあの参観日とかの通名だよね。なんか、そう、なんかそのなんだろう、宅配便とかって届く名前とかは全部富士子なんですけど、へー、そう、それだってゴードたけしがジャイアンで自分の名前書いてるみたいなもんだ。そう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 、そこまで違いはないですよね。子がついただけっていう感覚としてはそういうことですよね。そうです、そうそうそう、それはビビるわ。すごい話だな、なんか、うん、じゃあもう一つぐらいに、はい、はい、いきます、いきます。はい、ではラジオネーム名探偵うさみさん、うん、で、はい、です。勝富さん、天月さん、パートナーさん、こんにちは。こんにちは。はい、ウマ娘、うん、流行ってますね。事件、事件です。私もアニメに感動して今更ながら始めてしまいました、うん。戦艦、刀、うん、馬と様々なものが擬人化されていますが、はい、次は何の擬人化が流行るんでしょうか。個人的には万葉集や竹取物語など超昔の日本の物語や和歌集が熱いと思っています。FGO とかがそれに近いかもしれませんが、とのこと。
です。セミマルとかそういうのがね。あ、でも擬人化じゃない、擬人化だとなんかね、あのカテゴリーとして範囲が狭すぎるとあんまバズんない気がするんですよね。なんかウマムスとかさ、はいはいはい、まああのまあカンムスとかさ、はい、なんかあの歴史の長さもあれば、うん、種類の多さもある、はい、からなんか例えばこう何、うん、あの電車の擬人化がありますってなって山手線だけってなると、はい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 、なんかこう幅が広がっていかないじゃないですか。もう山手線の中でもキャラクター全員完結しちゃうから、なるほどなるほど、なんか多分そのね幅が広い方がいいんだろうなって思った ね、 ね、まあ刀とかもさそうじゃないですか。え、宇宙とかどうですか、星とか。あ、それセーラームーンか。あ、そっか、まあ、擬人化じゃないですけどね。なんだろう、パッと見はさ、うん、入りやすさが大事なわけじゃないですか、うんうんはい、そのまあカンムスとかウマムスもさ、うん、そのあ見た目が可愛いキャラクターとか、うん、なんかが戦ってます走ってますっていう、うん、なんかまずそこから入ってみて、うん、こう入り込んだ時のこの沼の深さみたいな。そうだよね、うん、実はこのキャラとこのキャラはこういう因縁があってとかっていうのが出てくると、おいおいおいちょっと面白すぎじゃねえかみたいになるわけなんですね。でさらにやっぱその現在進行形でどんどんその新しくそのねレースは繰り広げられてるわけだから、現実として。そうです、更新型なわけですよね現在進行形で。そこもちょっとエモいっすね。確かにな、まあちょっと幅広いですね。勝てないな馬娘に。ちょっと可能性秘めすぎてるね。そうそうそう、はい、ありがとうございました。はい、というわけでメールは以上です。引き続きあなたからのメールお待ちしてます。乙女フラグアット郵政高校。続いてはこちらのコーナー、選択肢は2つだけ番外編。なんか番外編続き、そうですね、はい、選択肢が2つしかない質問にうんうん悩みながらどんどん答えてみようというコーナーでございますが、今回はですね番外編ということで、なんと選択肢を3つにしてやってみましょうということで、はい、3つのうちね2つはリスナーさんが送ってくれたものなんですけど、もう1つはあのパートナーの佐々木さんがですね、はい、あのちょい足ししてくれてるんですよ。そういう、そうそういう企画なんだ、そう追加してくれて、はい、だから合わせて3つその中から選択肢を選んでほしいということ。じゃあもう番外編っていうか選択肢が2つ先佐々木スペシャルと。そうフューチャリング佐々木フューチャリング佐々木だ。そうそうそう、しかもいい具合に紛れ込ませたんで、お、はい、結構だからどれが分かんないと思います。なるほど、はい、ね、これがそのリスナーさんがその最初に送ってきてくれた答えを僕たちが選ぶのか、はい、それとも佐々木さんが、はい、佐々木さんは参加するんですか。ちなみにそれは僕もちょっと何考えたかは覚えてない覚えてない覚えてない、聞いてきます、聞いてきます、うん、皆さんのが多いのか、はい、そんなところも気にしながら なるほどね、まあ、じゃあちょっとさ、ね、せっかく考えてくれたんだ、せっかくだから参加しましょう。 ありがとうございます。どんどんやりましょう、はい、やりましょう。それでは始めていきましょう、はい、じゃあラジオネームみことさんからでございます、はい、人間に必要なのはどれ。 A 思いやり、 B 希望、 C 夢。思いやり、希望、夢、うん、夢、うん、D 酸素、うん、でも完全に必要です必要だ、それは人間に必要不可欠な、負けってことですよねこの 3択はよし OK、はい、うん、いきましょう、うん、せーの A、 B 思いやりと希望ってことですね。なるほどなるほど、僕は思いやりですが必要、必要だと思います。で考えたのは思いやりですけどなるほどなるほど、まあ、別にこれ勝ち負けじゃないですけど、ね、まあまあまあそう、はい、なんで選んだのかって話ですね。あ、そう、じゃあ天月さんからちょっと。いやまあ やっぱ人という字は、はい、人と人が支え合ってできているので、やっぱ人間一人では生きていけないかなというので、うん、思いやりがないとね、はい、僕はね希望、その先に思いやりがあると思った。なるほどうわいいこと言った。希望をなんかその自分が持っていないとまずスタート地点にさ、立っていないと、でその先にまた夢がある。そうあ、なんか僕の負け、僕の負けでいこう負けじゃないこれ
じゃあ僕の勝ちってこと、はい、勝ち負け、なんで勝ち負けになってますよ、違えよ、違います。ラジオネームもいもいさんからでございます、はい、一生やらなくていいならどれを選ぶ。 A 歯磨き、 B 洗顔、 C 皿洗い。A 歯磨き、うん、B 洗顔、洗顔、うん、C 皿洗い、皿洗い、うん、D 髪の毛を乾かす。あ、それも大事。 C D E 洗濯物を干す。あ、誰もかぶんない、誰もかぶんない、そうなったらもう。A 歯磨き、 B 洗顔、はい、C 皿洗い。意外と全部好きなんだよな。歯磨き。これ僕本当に切実なものなんで、あの、もう答え合わせの時に言わせてもらえたらと思います。まあその中ならって感じかな、とりあえず。はい、じゃあ、はい、いいですか。はい、うん、お願いします。せーの、A、C。 A ってことは歯磨き、歯磨き、 歯磨きで、 C は皿洗いことですね。はい、なるほど。でも歯磨き好きだけど、うん、まあなんかあの皿洗いとなんだっけ、と洗顔、洗顔の中だったら、はい、まあなんか一番ちょっと、うん、はい、うん、まあ面倒か、面倒かな。洗顔って結構気持ちいい作業ですからね、意外とスッキリして、うん、ね、でもなんかあのなんだろう、なんこの耳のさ、ま、手前とかもみあげとかがさ、ちょっとそのもみあげのあたりとかをさ、はい、結構なんだろう、濡れて拭いたりするのは面倒。ああ、髪上げて洗う時ですね。そう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 、あ、確かに確かに。え、なんですか佐々木さん。僕はですね、僕は C の皿洗い。皿洗いね、はい、はい、本当にやって、ちょっとこの昨日皿洗いして怪我したんで、もう、あら、そんな人いる？いや、なんか本当におちょこちょいで、なんかもう皿割っちゃうんですよね、すぐ。え、危ないね。そうなんです。やらない方がいいね。やらない方がいい。俺体ウーバーイーツでできてるから皿割らんねえんだよ。あ、それは羨ましい。俺ね、全部ね好きだ。歯磨きは最近その歯ブラシ、はい、全自動のさ、あ、はいはいはい、歯ブラシ機買ったから、はい、歯ブラシ機、歯ブラシ機、歯ブラシ機で洗顔も楽しい。花屋敷みたいな、なんか名前みたいになってますけど。歯ブラシ機、全自動歯ブラシ機、はいはい、なんか違和感感じるの、なんでですかね今。俺もあれって思って、歯ブラシでよくね。全自動歯ブラシでよくね。確かに。皿洗いも好きだからな。皿洗いね、うん、もう食洗機に入れる。あー、そうか。こするんですけど、食洗機もね、買おうか迷ったんだけどさ、うん、まあ言うて一人分じゃん、一人分とね、うん、ペットの分がぐらいだから、それぐらいちょっとやらせてよって思って。あ、いやでもなんかね、あの入れてさ、汚れてて、うん、で、あの終わって出てくるんですよ、うん、その時になんかツヤツルツルになって、うん、ホカホカしてんすよね。あー、ちょっと乾燥でね、はいはい、いやもうそれ食洗機あるもう人間だからですよ。それ洗濯物もそうだわ、あの、うん、乾燥機かけた後、はい、ほわっつってなって、それもう乾燥機がある人間だからですよ。もういいな。じゃあ次行ってみましょうか、はいはい、ラジオネーム青青さんからでございます、はい、もしなってみるならどれ。お、 A ゾンビ、 B 魔法使い、 C 妖怪、 D 忍者。あ、なりたい、それは。 E 魔王。ゾンビなりたいやつおるか、まずあと。ゾンビ難しい。バタリアンならな、ワンちゃん走れたりするし、喋れるしな。ゾンビはなんもないからな。死んねっかんな。なんもないね、あの、うん、そうね、ドアも開けらんないから。得られるものがないですよね、得られるものが、うん、じゃあ行きますか、はい、A、B、はい、A ゾンビ、 B、はい、魔法使い、 C 妖怪、はい、行きますよ、せーの、 B、 B。 お、魔法使い一択ってことですね、うん、そうですね。一番なんかあのなんだろう、まあ、未来を感じる、うん、あの正気を保ってる。確かに確かに、得られるものとかなんか違えんの。妖怪は楽しそうだけど ね、魔法使いやっぱね、うん、今の自分から、うん、
プラスアルファって感じがするけど、はいはい、確かに確かに、そうね、ゾンビ、ゾンビ妖怪ね。何をちょい足ししたんです、うん、僕は B の魔法使いをちょい足し、あ、じゃあそれ、あ、それこれだから究極の二択になってる、うん、ない、ね、魔法使いがやっぱ有利すぎる。C 削った場合ゾンビか魔法使いになってたからね。確かに確かにでもゾンビか妖怪だったらやっぱ僕は妖怪かな。まあそれは妖怪かな、うん、うん、ね、あ、確かに確かに、学校も試験も何もないから ね、うん、ポストに来る手紙待ってるやん。でも忍者良かったな、忍者になりたいです僕。なっていじゃあいただきましょうか。今回は今回はじゃあじゃあなっていただきましょう。じゃあエンディングでは忍者の佐々木さんはいお送りする、はいはい、今回はここまで。2択の質問が浮かんだら番組宛に送ってみてください。以上、選択肢は2つだけ番外編でした。乙女フラグアット郵政高校、そろそろお別れの時間となりました。番組ではあなたからのメールを募集中です。僕たちへの質問、メッセージはもちろん、褒めてほしいことや二択の質問もぜひ送ってください。番組のメールアドレスは郵政アットマーク JOQR.net です。あなたからのメールお待ちしてます。それではここで郵政高校からお知らせです。この番組のアーカイブ放送を YouTube の郵政高校チャンネルで聞くことができます。詳しくは番組公式ツイッターのリンク先をチェックしてください。そしてスマホで見れるエンターテインメント情報サイトパッシュプラスでユーラジの予告記事が配信前日の金曜日に掲載されていますので、ぜひチェックしてください。さらにコミックサイトコミックパッシュにて郵政高校ゲーム部のコミカライズが全18話無料で公開されています。ぜひ読んでみてください。また YouTube の郵政高校チャンネルにて乙女フラグを勉強するトーク番組があるんだにんよ、おとふや TV を放送中、おとふや TV が放送中だにん。この番組にパートナーとして出演している梶田大志さん、望月 A さん、山本智也さんを中心にだにんね。ござるとかでいいじゃん。めちゃめちゃアドリブ弱い人や。毎週までござるとかでいいじゃん。毎週金曜20時から生放送でお届けしてるでござる、うん、まず過去のアーカイブをすべてすべて YouTube で見ることができますので、リスナーの皆さん、ユーラジと合わせてぜひおとふら TV もチェックしてみてくださいにんよ。そしてYouTube の郵政高校チャンネルではウェブアニメーション郵政高校天文部を配信中。天文部の元に届いたお悩みを5人が解決していきます。毎週木曜配信です。こちらも合わせてご覧ください。ニン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 、お前もうだサポート入ってるやん。いや僕がちょっとね無茶振りしちゃった無茶振りしちゃったからすいません。あ、いやいや、さて、まあ、第52回の放送でしたがね、うん、佐々木さんなりたかった忍者にはなれない。いやもうちょっと僕が思ってた忍者はあのなんかすごいかっこいい風とか火とか起こせるような忍者だったんですけど、うん、あのやっぱ声に乗せてそれを表現するのは難しいなと思いました。はい、はい、頑張ってください。今後もこれからも、はい、これからも頑張ります、うん、忍者修行頑張ってください、はい、まだ下忍ですからね、はい、はい、上に目指して僕は抜け人です、はい、抜けちゃダメです、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで来週のパートナーは誰なのかお楽しみに。はい、今回はここまで。乙女フラグアット郵政高校、お相手は高坂初之助役天月と葛野賢子役山本和富とパートナーの星川良平役佐々木亮でした。忍忍ドロン、かしこ、そろそろ帰るか。次回もたくさんお話ししましょう。それじゃあお疲れ様でした。